どうも皆さんこんにちは、タイガッチでございます。ということで今日はですね、弟、皆さん知ってるかどうかわかんないんですけど、ちょっと前の動画でも出しました。彼はですね、 ADHD に限りなく近い、グレーゾーンというところにいてですね、ちょっと物覚えが悪かったりとか性質がある弟なんですね。で、今日はちょっと検証というか、そんな感じで急に弟に電話をかけて、メモ取っちゃダメよって言ってお使いのお願いをバーってします。で、それで彼が何個ぐらい果たしてちゃんと、買ってきてくれるのか、そういったちょっとね、検証というか実験ん検証やってみたいなと思います。いや、さすがにね、ちゃんとやってくれる気はするんですよね。電話してみましょう。ちなみに K は今帰ってきてる途中で、外にいるんでスーパーに行ってもらってお願いしたいと思います。よし、出るのかな、まずは出るのかな。さあ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 、かけていきますよ。はい、もしもし。もしもし。はいはい。今どこ？今帰るよ。じゃあさ、お使いを頼みたいんだけどさ、いい？うん、声優で。いいよ。いい。じゃあメモ取っちゃいけんけ、聞いてね。あ、いくよ。ね、レッドブルのロングと、レッドブルシュガーレスの普通缶のやつと、パックのアップルジュース2個、サンドイッチ、小祝い生乳ヨーグルト、マカダミアチョコ、ポテトチップ、幸せバター、パイナップル、焼き芋。じゃあ、これお願いします。待ってまーす。バイバーイ。はい、ということで果たして彼が、いくら買ってきてくれるのでしょうか。全部で10個頼んだんで、そのうち何個買ってきてくれるのか帰りを待ちたいと思います。その前に皆さん、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは弟の帰りを待ちます。ふぅ、帰ってきた。帰ってきましたよ。お帰りなさいませー。てて超俺撮るの。てて、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 お疲れ、ありがとう。なんなんマジ急に。急が一番。サプライズ、ドッキリ大成功。もうギリじゃん。もうギリ、もうセームシュルトじゃないんだけど、お前。若い人おるか、超人の K1 選手セームシュルト。なんなんマジで、全部は無理よ。期待してるよ。無理よ。手のひらの急に言われて、手のひらの上で転がしてやるよ。メモをすんなって言われてさ、もう寒い気いい。さあ見てみましょう。お帰りなさいませ。はい、びっくりしました。急に速射砲のように喋ったね。さあということで、はい、全部で10品お願いしました。10個お願いしました。そう、なんぼ8。まあ、100は望んでないけど、こっちも。うん。10個も言っとった。自信あるのから聞こうかな。オッケー。何個かは自信ある。ほんま？うん。もう出していいですか。はい、自信あるのからぜひお願いします。はい、まずはこちら、はい。これは間違いないですね。はい、レッドブルのロング。正解。よし。おー、やるじゃん。できるじゃん。1個目やったっけね。抜け出せるよ、グレーゾーンから。いや、1個目やったっけ、耳に入った。うん。フルだや。素晴らしいです。ありがとうございます。いや、で、レッドブルロングって言われた瞬間に、こっちもパニクって、メモ取っちゃダメが来て、パニクって、そっからちょっと聞こえんかったんよ。喋ってくるもん、めちゃめちゃ。聞けや。人の話を聞かんけやね、お前は。いやいや、そんなさ、急に言われてさ、メモ取っちゃダメって言われてさ、動画かもわからんしさ、焦ったよ、こっちは。でもなんか、跳ねけ跳ねけで、こう、聞いたのはあったけ。おー。で、次聞こえたのが、はい。これ、パイン。あ、そういうことね。パイン。はい。パイナップルお願いしました。パインって言った。ただ2個目にこれが聞こえたっていうのはもうこっちはびっくらこいてる。そう。これちなみに言ったの9個目じゃけんね。終わりじゃん。でも8あるんだろ、お前。8あるよ。その後何聞いとったんや、お前。何が聞こえとったんや。まあでもありがたいですね、うん、パイナップルしっかり、しかも丸で、ありがとうございます。でもう1個自信ある。お、いきます。はい、はい、これは最後に言った焼き芋。すいません、焼き芋が売り切れてたんで、焼き芋のハッピーターンになってるんですけど、焼き芋って言った。焼き芋、うん、正解です。はい、これはね、お二人の共通の餌ですから。餌ですから。声優の焼き芋ね、美味しいんよ。愛し焼き芋聞こえてますよっていうのね、はい、その後何が聞こえたで、なんかもう一個だけなんか遅れて聞こえてきた。お前、一国堂さん。遅れて聞こえてきたよ。そうで、これも間違いないだろう。おう、なぜか聞こえた。残っとったんじゃん。残っ、なんかこう来た焼き芋パチンって、こう来とって、うん、
こっち焼き芋来て、うん、先に来とったこいつは後ろからこう来たんだ。そう、もうフックじゃあいい、もう一個だけ自信ある。はい、せーの、ヨーグルト。残念。え、嘘でしょ。まあ、惜しいというのが正しいでしょう。え、ヨーグルトって言ったじゃなくて。違うじゃん、兄ちゃんがいつも食べるやつ。何？小祝い生乳ヨーグルトって言ったんや。知らんし。ねえ、いや見たらわかるよ、見たらわかるよ。え、兄ちゃんがいつも食うやつ、これ。あ、いつも食うね。これ、この小祝い生乳ヨーグルト、これに蜂蜜をかけて食べたいんじゃん。いや知らんよ、なんか今ダイエットしよるけ多いこそにしてあげたんじゃん。ヨーグルトが聞こえてきたわけよ。これね、だいぶね遅れて聞こえてきとるね。うわ、これ5だったっけ、言ったの。これ 5個目。えぇ、6か、6じゃん。もう1個自信ある。お、あるじゃん、結構やるじゃん。もう1個だけ自信ある。やろうとこ。いい、ポテチ幸せバター。おお、いいね、正解。おっしゃ、ポテトチップ幸せバター。はい、幸せバターが聞こえてきたけど、あ、ポテチだなって思ったよ。あ、いいね、しかもビッグサイズの方。でもここまでです。でも買ってあるんだろ。買ってある。それなんな、なんか聞こえてきたのを変換したりとか、ピースの端っこだけ拾って、そう、勝手に作ったみたいな。そう、いい、お願いします。あと4個ある。はい、あ、でもね、いいじゃん数。ここに今5あるけさ、全部で9買ってる。あれ、8しか買ってない気がするんだけど。出てます。9あるんじゃん。いいっすか。はい、お願いします。これ当たっとったらマジ、それすごいよ。すごいよ。でも兄ちゃんっぽいものっていうことは考えてる。まあそれも何個か。うん、もずく。なんでやねん。え、だって毛布みたいなの言ったよ、なんか毛布。そう、毛布みたいなの聞こえて、スーパーで毛布はないなと思って、うん、毛布、もずくと思って。ただまあ体にはいいね。体にはいいや、それは嬉しい。うん、食べよう、明日食べてください。あと3つ。おい、お願いしますよ。こちら、はい、豚の三枚肉。なんて聞こえたの。豚の三枚肉みたいな。豚の三枚肉とは聞こえてないよ、そりゃ。正直、正直ね、うん、でもなんかこっちが喋る間にモニョ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 って言ってやんか。単語じゃないけどね、モニョ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 みたいな、うん、だから豚バラ三枚肉みたいな、モニョ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 が音だけで部屋を変換して豚バラ三枚肉。うん、残念。そう、厳しい戦いになった。全部当たっとったらこれ賞金1万円取ったよ。マジで、うん、先に言ってくれんにゃ。ルール説明がないままやっとるけど、こっち今考えたらその時思ってないじゃないか。外れて言っとるやないかい。今考えて言っとるんです。すいません。何やこれ。はい、あと2個。はい、もう1個ぐらい当てたいよ。当ててほしいよ。その100じゃないとこから生み出してほしい。うん、これ。自信ある。あ、なるほど。せーの、牛乳。これ言っとるでしょ、どっかで。もにょもにょ出てる牛乳なんだけど。いや、だけどヨーグルトの時に生乳って言ったやつでしょ。うわー、小祝い、小祝い生乳ヨーグルトの時でしょ。うわうわー、父出とるじゃん、そこで。父出とる。そこで父出とる。もう父出とんよ。父出とんった。生父出とる。じゃあ違う。父違い。父違い。ありそうだけどな。そこがちょっとふわっと香ったんだろうね。ああ、そこ拾ったんじゃ。うん、香ったんだよ。ああ、拾ったんじゃ。いいじゃん、香ったで。ラストで。ラストか。最後頼むわ、マジで。最後に奇跡見せたくない？はい。はい。なんで急に松井秀喜な。奇跡見せたくない？はい。頼む。最後、奇跡みんなに見せて、みんなに褒めてもらおうや。いい、せめて近しいやつ。せーの、キレイキレイ。ホタルの光が流れてるよ今。そう、大間違い。え、お前が欲しかっただけじゃない。そうよ、でけえやつ。でっけえやつ。詰め替えの家庭的な。詰め替えのキレイキレイって言わなかった。言ってないよ、詰め替えのキレイキレイ言ってないね。ビオレだしこれ。お前さんよ、堪忍。堪忍袋の王も、堪忍袋の王もお前伸びきるだ。お前伸びきるね。切れんのだ。伸びきる。伸びきる。逆に。じゃあ一応紹介しとく。買ってきてくれたのがレッドブル正解、パイナップル正解、焼き芋正解、幸せバター正解、そしてもずく、牛乳、ヨーグルト、豚バラ三枚肉、ビオレ。10位も言った。ちょ待って、なんて言った。じゃあで言った順番に言っていい。うん、で正解発表いきます。はい、レッドブルロング、うん、レッドブルシュガーレス普通のサイズの方。そんな分からんよ。なんで。そのモニョモニョじゃん、豚バラ三枚肉。もう一回言って。レッドブルシュガーレス普通の。レッドブルシュガーレス普通の豚バラ三枚肉どうぞ。どうぞ。おかしいじゃん。
ムースの方がおかしいだろ。で、パックのアップルジュース2個。もう、そのさ、これも豚バラ三枚肉。豚バラ三枚肉どうぞ。いや、パックのアップルジュース2個や。豚バラ三枚肉どうぞ。え、何その文章ないわ。レッドブルロング、レッドブルシュガーレス普通の、うん、パックのアップルジュース2個、うん、サンドイッチ。サンドイッチで、小祝い生乳ヨーグルト、うん、マカダミアチョコ。マカダミアチョコ、ポテトチップ、幸せバター、パイナップル、焼き芋。これで10個。アップルジュース2個っていうのが2個と考えて、うん、全部で10個。9品そこは合ってます。それはすごい。ということで、弟にお使いを頼むときはメモを取らしましょう。そういうことが分かりました。取るもん、自分で言ってもらえたら。急にだから口頭でなんか頼むわっていうのはもうダメっていうことです。ダメです。ちゃんと相手を信じるな、いい意味で。メモ取らしてほしいね。それがいいよね。うん、うん、そうしましょう。メモを取らします。メモ取らしてください。と、はい、いうことで、本日もありがとうございました。ありがとうございました。もずくはないやろと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。毛布って言ったっけ。いや、イノシシ、イノシシみたい。豚だろ。イノシシじゃん、もう。